政権交代、チャンスです。サルタさん、柳沢さん、新外交イニシアティブが自民党に代わる平和安全保障のビジョンを提言しています。安倍や岸田、こういうブラブラした安全保障の考え方では国民の不満と不安は収まりません。締まりのない軍備拡大は安全保障のディレンマ、それとアメリカとの同盟のディレンマに陥ります。しっかりした平和ビジョン、立憲民主党はお願いしますよ。サルタさん、柳沢さんの話を聞きましょう。はい、では初めにですね、柳沢教授、元内閣官房副長官補、概要をこの提言書に沿ってお説明をさせていただきます。立憲 の代表選はあるということで、それに向けた政策提言を考えたいということで作業を始めています。で、まあ、そこでその、安倍政権からつながる安倍岸田路線をどのようにそのまま受け継ぐのか、それともそれを変えていくのかというね、そういう大きなテーマが実は問われているわけで、その政策提言、まさに、選挙の公約としてね、使われていく叩き台になるんだろうと、そういう思いで、書かせていただきました。政権を取る前提としては、安保防衛、やっぱりアメリカとうまくやらなきゃダメだよねとかね、そこは変わらない安心感をアメリカに与えなきゃダメだよねとかね、政策の議論なんかいらないんで、国民が不安を持ってる、あるいは不満を感じてるからこそ、そういうその対抗軸になるようなビジョンをしっかり示していく、そこがその政権交代の本質である。防衛力増強のようなことがどんどん一方でなんていうか片目をつぶったままのような形で進んでいくことに、国民は本当はそこに一番不信と不満を感じているんじゃないかということであろうと思っています。で、このやり方でいくと、その安全保障の議論で言えば、その対抗と軍拡という流れで行くことによってね、いわゆるそのより危険が高まるという安全保障のジレンマがあり、そしてアメリカとの一体化がどんどん進んでいくことによって、アメリカの戦争に巻き込まれるという同盟のジレンマというものが顕在していく、そんなことを、そんな状況の中でね、本当にじゃあ国民が求める安全安心あるいは平和とは何かというと、そもそも戦争を心配しなくてもいいような世界を作っていくことなのであってね、そこをそれと全く逆行するような、状況が続いている、これをなんとか、してほしいんだというのが、私どもの思いであります。